江戸川病院乳腺外科の田澤です。乳がんのファンダメンタルシリーズとしてマンモグラフィー陽性さ、これを解説します。まずマンモグラフィー検診を受けて陽性さとなる所見としてはこの3つですね。最初の局所的非対称性陰影、これは左右見比べてこちらにはあるけどこちらにはないと、そういう所見です。で、何をするかというと、これはもうエコーです。エコーで何か本当にあるかなと探します。で、実際に異常が見つかる確率はというと、もうほとんどありません。まあ、乳腺の重なりがほとんどで、まあ、偽陽性の代名詞と言えます。つまり、あなたの陽性さが局所的非対称性陰影であれば、まあ、病院に行っても、異常ありませんでしたねと言われることがほとんどになります。次に主流、まあ、これはまあこういうふうにしこりとして写ってると、まあ、これもエコーで見て、まあ、ほとんどに所見が出てきますね。まあ、良性悪性さまざまで、エコーだけで診断できるのは、まあ、脳胞、まあ、中身が水液体ですね。もしくは平べったいオセロみたいな繊維線維、まあ、これはもう画像だけで落としていい、まあ、落としてから良性と判断していい。ただしそれ以外はやはり組織診が必要と、これは重要ですね。まあ、無駄に経過は見ないと。で、組織診はこれはもう 100% 自信を持っている医師に任せるべきと。まあ、よくあるのが、せっかく痛い思いして組織診で良性と出て、あ、よかったと思ったら、いやー、今良性と出たけど、もしかするとがんかもしれないから半年後来てくださいね。まあ、そんなところで組織診するなんてバカバカしいですね。じゃあどうすればいいかというと、まあ、針生検するときにはその医師にですね、あなたの行う針生検は 100% もうこれで確定ですよねと確認してください。それができないような場合はもうそこは断ると思います。で、次に切開化ですが、これはこの白い点々ですね、細かい白い点々。で、陽性さとしては、まあ、陽性さにはなるのかどうか、まあ、経過観察、半年後に、増えるかどうか見てみましょうとか、これはステロガイとかマンモトーム生検といって、まあ、切開化を狙った吸引式の針生検、その診断基準はもうこれは医師によると。どういうことかと言いますと、まずステロガイとかマンモトーム生検っていうのはその設備がある病院がまあ限られているので、まあ、その設備のない病院に行ってももう経過を見がちだと。多少怪しくてももう検査はしようがないので、まあ、経過を見て挙句の果てに、まあ、多少進行してしまうと大変なリスクです。あとはこのステロガイとかマンモトーム生検は結構経験がいるので、まあ、とにかくマンモグラフに映ってる切開化で取れないものはないと言い切れるものが行うべきです。以上です。